ような形になりました。さあこれ通ってくるか、クエンカ、クエンカこの辺り落ち着いている、そしてつなぐ、ちょっと沸かせたクエンカのプレー、高橋良樹今度は左に流れている、スペースに出した、原川に入る、さあ豊田中央要求している、ヘディングシュート、素晴らしい、なんとこの局面打開したの新加入のイサック、クエンカ、サガントスのサポーター、ね、自分で作り出した形ですよ。強力な存在感をアピールしますクエンカ、や山田さんおっしゃるように自分でテクニックから作ったシーンを最後決めました。まあ、ただね、ここの山田さんの原川選手再三ね、この運動量、まあ、クロスもありましたけども、まあ、入りも良かったですよね。クエンカがゴール前に顔出していました。最後の最後この時間帯でこうピンポイントでね、合ってきましたね。